掴まれるじゃないですか。掴まれたやつをここでこう、まあこれこうはみんな疲れてるからいかないけど、横の振りはやりやすいです。はい、でこの瞬間にこうなんていうの、掴まれた瞬間にこう保険を出すような感じで、あよくやってたんですけど、こう上げてここに入って。ここでこう決めて投げるっていうやつ、これよくやってました。でこれ結局、まあ、これはもうピアンさんの応用っていうか、はい、応用編っていうか、はい、ピアンさんってこういうことなんですよ、最後この、はい、このやつに説明によって使っちゃってるんですけど、はい、結局動きがもうそのままなんで、ここでこういってこういう動きが結局まあ捕まえてるんですけど、こういってで一回ごとに回って決めて殴るっていう同じ感じなんで、これはいや刀の振り方みたいな感じで一回ごとにやってますので、そうだよ、この説明をよくしてました。好きだった先生、なぜかしょっちゅうやりました。他に総裁が見せた分解ってあるんですか、こういった護身術的なものは。護身術的なやつはいっぱいありますよ。使えるかどうかは分かんないですけど、こう使われたやつを、これは両方使うことは基本的にないと思うんですよ。これをさっきのね、これが効くんで、まずここでガチンとこれ当てちゃいって、後で見せて、そんなの使えるわけねえだと思いながらも、ただここだけじゃなくて何かあるんで、操作の場合で、それはまだ見つかってないんですけど、結局もう最初からって感じでこれに入っちゃってるんで、私だから絶対この動きの中に何かあるんですよ。大体別のこう今ちょっと見えない部分のやつが絶対技として使い方としてあると思うんですけど、だからこれとこれはよくやってましたね。で水を濡らして、そこを破らずに移動機能をやらせるっていう審査をやってたんですね、総裁は。で最初見て何のためにやるんだろうって思うじゃないですか。で大体破れちゃうんですよ。大体破れちゃうんです。もうそれはそうですね、思い切りつかなきゃまた何やってたのかって話になるんで、ちょっとついてやるわけですけど、それを破っちゃいけないっていうわけですよ。でも大半が破れちゃうので、なぜなんだろうと思ってしばらく思ってて、で気がついたのはが、これももう今は情報社会でいろいろ流れてるからあれなんですけど、結局この膝の向きを後ろを蹴って後ろを蹴って移動する、後ろを蹴って移動する、後ろ足で蹴って移動するんじゃなくて、この膝の向きでスッと出る勢いを利用して前に出ろってことを言いたかったんですね、総裁は。結局まあ後ろ足でゴロンと蹴ってやるともう破れるわけですよ、髪が。でこの回る時もこちら側の足を動かすのはいいんですけど、ここでキュッとグラッと踏ん張った瞬間にもう破れちゃうので、ここで後ろの膝の向きを使ってこちら移動して、ちょっと体重移動をスムーズに行うというか、そのためにその障子紙を濡らして結局審査を行ってたというか、誰が正しい分析ができるのか、どういう移動の仕方ができるのかっていうのをやってたっていうのが印象に残ってますね。障子紙を持ちなさいって、まあ、本部にもあったんですよ、いつも用意してたんで、出たーって巻いたりと広げてバシャ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 って濡らして、はい、じゃあ順番に君たちやってみなさいって言ってやるんですけど、みんなビリビリ破れるわけですよ。なんで破れるかっていうのも言わないんですよ。君たち破らないで移動ができなきゃダメだよって言われて、わけわかんないじゃないですか、そんなの。でも絶対答え教えてくれないんで、だからもう蹴らずに体重移動をスムーズにして、膝の向きで体重移動して、片時にこうやって回る時もこっち側にスッとこちらに、ここの前じゃなくて後ろ反転するで、ここのやつをスッと抜いて、その勢いでこちらに移動すれば切ることもなく移動できるよっていう。でまあ、今考えればそうすればもう年取っても普通に骨で結局体を動かすって形になるんであれなんですけど、まあ、当時はもう不思議なことばっかりですね。蹴りは総裁はとにかく高いところを蹴るのが好きなんで、それだから若干状況によって違うんじゃないかなって私は思ってましたけど、まあ、総裁の言いたかったことは結局目標は常に高く、なんですかね、多少バランス崩れてても上を蹴ってればなんですよね、その最初に今バランス崩れてても上蹴り上げることによってバランス崩れても、その体勢でもう何回も往復していれば一つの技として完成するから、
結局とにかく上を叩いて高いところを蹴るようにっていう形で言われたんですね、そうさんの場合は。だから中段の回し蹴りとか下段の回し蹴りとかはもう総裁の蹴り稽古の中でも一切なかったですね。もう前蹴りも高く、横蹴りも高く、回し蹴りも高く、後ろ回し蹴り、後ろ蹴り、全てがもう高いところを蹴ってっていう、まあ、そこまで蹴れるんであれば、まあ、下が蹴れないわけないじゃないですか。だから、まあ、とにかくそれを常に言ってましたけど、であと、あれですね、総裁がよく言ってたのは、この、まあ、前蹴りもそうですけど、この内回しだとか、外回しを蹴った後に足音を立てるんじゃないって言ったんですよ。足音を立てるんじゃない。で結局そうすると、まあ、おかしなやつもいて、そうするとそーっと蹴るバカがいいんですけど、そんなタイミングがねえだろって話になるんですけど、早く強く蹴って足音を立てずに下ろすと。でそこも何かあるなと思ったんですよ。で結局これはもう何年も後に気が付いたんですけど、これ今だったらもうみんな知ってるあれなんですけど、結局腹筋の下で腸腰筋があるじゃないですか、大腰筋っていう、一説で達人の筋肉とか言われて衰えることがないっていう、だからそれを鍛えるんだから、結局その落下速度を落とすことなく急ブレーキをかけることで腹筋の下の腸腰筋が常に鍛えられるっていうことを言いたかったんだろうっていうのに行き当たって、結局そうじゃないとただこうバタバタやってるとみっともないからとかうるさいからとかそういうことを言うわけがないっていうのは常にあったんで、ただまあそれを言う、なんですかね、次にスムーズに蹴るにはやはりここでキュッといってすぐ行った方がスムーズに蹴れる部分があるんで、名だたる大石にしろ名だたるこう蹴りの上手い人たちは蹴上げ系統は特に一生懸命早く強くやって足を立てずにいっても、鍛錬としてもなんていうか、なぜなのかっていうのは多分その当時の試合方も分かってなかったと思うんですけど、今もそういう解剖学的に言えばその中の腸腰筋がそのストップをかけることで鍛えられるというのもうその医学的に科学的にもう分かってるんで、だからまあそういう総裁の言ってることもああなるほどなってその時に気がつきましたね、権利に関して。だから大石さんは多分総裁に言われたように場所を立てずにってもうそういうことをきれいな気にするじゃないですか、いまだにもうあの人はすごい人ですから、受けてスッと蹴ってさらっと早く下ろしてもうピタッて止まるっていうか、だからもう若い時からもそれをやってるので、もう本当達人ですよね、だから。だからもう80、90になっても普通に蹴れると思います。もう中のあれも出来上がっちゃってるので、おそらく。こっち側の表面的な筋肉も衰えても、結局骨とその中の筋で技は可能なので、もうその域に入ってくれますね、ポジション。優秀者はもう、総裁が階段上り下りするということですね。ああ、そうです、そうです。そうなんです。確かに。あそこ使ってたんですかね、自分それ聞いてなかったですけど、そこは優秀者以外はあんまり気づかなかったみたいで、確かに落としてなかったですよ、確かに、はいはいはい、今言われてみれば、はい、それは別に忍者みたいに静かにっていう意味だけじゃなくて、はい、足腰の使い方というのは、まあ、その辺が出来上がってたんでしょうね、はい、確かに総裁は静かに降りてくるんですよ、自分も内地だった時、最初の時は4階に住んでたんで、はい、宿直で指導員室のところに泊まるんですね、で何かあったらもうすぐ対応しなきゃならないんで、でまあ先輩たちが時々その本部のところ外で来てコンコンってやるんですよ、どんどんじゃなくてこのコンコンで何秒かでも起きてこないと狙いになっちゃうそういう寝方なんですよね、宿直日がもうこれで気がつかないと、これでもう1、2分経ったらもう終わりなんで、もう10秒以内でダッコッってバンバンって鍵開けられたらなんで、そんな感じで寝てたんで、総裁が降りてくる時もまあ、なんとなく分かるんですよ。で、足音立てないで来るんで、もう気がつくと、その、まあ、部屋の中、指導室のそのドアのところにこう、立ってるんですよ。でも、気配ってもう起きちゃうじゃないですか、大体。で、もう、つって起きるんですけど、総裁もだから、足音はもう一切立てないんですよ。自分らは、これでも分かるんですけど、総裁の足音は、前に立つまで分かんなかったんで。で、そういうやり方ですよ。もう結構距離があるんで、自分らのところに寝てるとしたら、ここにドアがあって、はい、ホームのドアがここなんで、これぐらいのレベルで、はい、コツコツってわざとやるんで、先輩たちが。で、それで気がついたんですけど、総裁が降りてくるのは分からずに、なんかもう気配がパッと思ったら、もうそこにでかい影があるっていう感じで、こうしてたんで。だからこれよりも分からない。気配の通し方と、足音、前に足音で来るんですよね。ああ、そうです、そうです。どうしたらいいですか、確かに。あんまり反応するような状態で、もうポンポンぐらいにしなきゃならないと、もう見て注意してるんで。
じゃあ軽くでいいんだよ。はい。写真を撮るだけ。